車研究所カードサービスデリマルをあえてデリウェイと呼び続ける伊尾明とデリカルにグレードって一体どうなってるんだと思う矢野です。よろしくお願いします。さあ矢野ちゃん、今日は一体デリカミニのどのグレードを行くんでしょうか。今日はですね、はい、デリカミニのプレミアム T をご紹介したいと思います。はい、外観ではプレミアムスキーっていうのは分からないですかね。そんな大きな差はないですね、はい、ただ一個すぐ分かるのが、はい、タイヤ。あ、そうですね、そこでは分かっちゃいますね。そうなんですよ、はい、もう触れちゃうんですか。行ってきますか。はい、じゃあ早速デリカプレミアム T ですか。 T プレミアム、はい、T プレミアムのご紹介。あ、それとこの色って言ったらデリカミニじゃないですか。まあそうですね、デリカミニと言ったらこの色ですね、色っていうイメージが強いので、はい、そしてやんちゃん、早期予約特典の5万円分もちろんこのお車にも付いてるんですよね、はい、もちろんそうでございます。はい、何が付いてるか楽しみですね。はい、じゃあそれも含めてご紹介していきたいので、はい、よろしくお願いします。お願いします。T プレミアムですね、デリカミニ T プレミアム肉ですね。肉の方をご紹介したいと思います、はい、アッシュグリーンメタリックのカラーですね、こちら。そうです、だからすごいグリーンの綺麗なお色なので個人的なこの色好きです。そうですね、デリカミニって感じですね、イメージからしてそうですよね、はい、そして大きな違いでタイヤですね。そうなんですよ、ホイールのサイズ、ホイールとタイヤのサイズが変わってくると。はい、これになるとですね、はい、16555R の15、15インチになるんですね、14インチから15インチになるんですね、うん、で、このアルミホイールのデザインになってくるっていう。ホイールキャップのやつとはまたちょっと違ったイメージになりますね。そうですね、はい、あの15565R14 って比較するとちょっとここのタイヤ幅が、言われてみればですね、ただ14も15もそんなに大きさ変わらない気がするんですけれども、まあ、個人的には車が大きくなってタイヤもなんかどんどん大きくなってきて、うん、あんまりこうタイヤが大きくなって違和感がなくなってくるイメージなんですけど、はいはいはい、ってことで、はい、まず最初にフロントマスクの方なんですけど、はい、やっぱりデリカミニといったらこのビッグシールドのところが特徴的なんです。三菱さん流行りのやつですね。そうなんでしょう、はい、これが、まあ、今回ですね、はい、特典でついてきてカスタムができるやつを頼ませていただきました、うん、はい、じゃあ多分違うと思いますよ。それじゃフロントグリルガーニッシュシルバーですよ今回。あ、シルバーここ、はい、やんちゃん、あのトランク乗ってますので物を持ってきてもらって早速、はい、こちらが今回三菱さんの早期予約特典でついた3つのオプションですね。オプションですね、はい、でこの細長い方がおそらくですねガーニッシュフロントグリルガーニッシュシルバーですので開けていきましょうか。ちょっと、まあ、あのどれに何つけたかが分かんなくなっちゃって、はい、さっきの G にはここの部品ですね。そう、ここ、あー、いいですね、これは結構色変わると思いますね、確かに。あ、これだったら、はい、つけてますけれども、うん、今回 T プレミアムにはフロントグリルガーニッシュそしてシルバーを選びましたね。どこでしょうか、分かりましたかね、どこの部品か。あ、ここ、そう、正解でございます。こちらですね、ここがなんとシルバーになると、見せちゃってください矢野ちゃん。オッケー、どんなんですか。ああ、すごい、はい、あ、そうなんですよ、こちらなんか三菱さんのからそうマークは黒くなってここの四角がシルバーになってるという、こちらがフロントグリルガーニッシュシルバー16,500円。おお、結構しますね。はい、プレゼントされた部品ですね。おお、これも早期予約特典の様々でございます。いや、でもこうじゃなくて見てください、ちゃんと後ろにメッキ用のカバーがついてますね。あ、そうなんですね。でもこれって、はいはいはい、あえてつけないっていうのもありですね、はい、ということはこれももしかしたら立てれるのかもしれないですね。そうすると真っ黒に全部、うん、真っ黒で1、うん、このタイプで2、うん、この黒で3、あ、いいですね、4、はい、4パターンも、はい、このガーニッシュだけで遊べるという、いいですね、はい、それがまず早期予約特典ですね。すごい冒険な車ですね。はい、じゃあ T プレミアムフロントから紹介していきましょうか。はい、フロントから、はい、レグナのヘッドライトのこの
ライトの独特的な作り、はい、デリカミニといったらもうこのライトですね。ライトでしょうね、はい、正面から見た角度と真横から見る角度で、はい、何回話したかというぐらいちょっとイメージが違いますね。そうなんですよ、はい、でもちろんフォグライトの方もしっかり近くで見ながら球体を持ったレンズの、はい、ここは G も T も変わらずってことですね。そうですね、ついてるものに関しては一緒ですよね、はい、うん、こちらの方なんですけれども、プレミアム T と J で正面から大きな差はないです、はい、ないです、はい、なので、推定は G にそうですね、はい、アルミのコイル履かせたら、うんうん、もうプレミアム T になっちゃう感じですね。プレミアムになっちゃいますよね、はいはい、ここのフロントグリルガーニッシュとかいろいろ選べれる、はい、カスタマイズできるオプションがいっぱいありますので、うん、正直外観だけで G とか T とかは分からないぐらいバリエーションがいっぱいな気がしますね。そうなんでしょう、はい、まあ、横もそうですね、サイドデカールシールもプレゼントでついてきたと、もうありがとうございますと。でここが運転席後ろが電動になってますね、レンズスライド。そうですね、はい、プレミアムになると両側電動っていう形 で押したら開くんですかね。押してみましょうか。はい、開きますね。電動ですね、やっぱりここは。これあれはついてないんですかね。これついてるんじゃないですか。ハンズフリーオートスライドドアがなんと後部座席両側にもプレミアムモデルだとついてくるんですね。これは非常にありがたいですね。 L ボックスはついておりませんので、この点はかなりポイントが高いんじゃないでしょうか。ただですね、グレードによってはメーカーオプションになることもありますので、ご注意してくださいと。閉まる時ももちろん足で閉まりますと。鍵を持ってないと作動しないんじゃないですか。多分発動条件を満たしてないんじゃないですか、ヤンさんの。大丈夫ですかね。ドキドキ、はい、ありましたよね、これ。大丈夫ですかね。矢野ちゃんのデリカミニの愛が足りないから、今やっぱ5回ぐらい必要ですね。はい、見ました。いきます。発動条件整いましたか。はい、発動条件、はい、整いました。これです。おー、いいですね。独特のこのフワンと浮き上がる矢野ちゃん特有の。そうです、思い出しました。よかったよかった。これです。別に、はい、これで1回で開け閉めできる、はい、すごい下手くそな感がしますけれども、うん、まあ1回でちゃんと開け閉めができるやり方ですと、はい、ほら、そんな動きします。本当にヤンちゃん、まあまあもう一回、もう一回閉めていただければ。あ、ちょっと当たっちゃった。後でこれショートで撮っときますね。ヤンちゃんの開け方って形で、まあ、これもついてくるといいですね。これありがたいですね。そうですね、はい、よかった。そして後ろは、後ろは先ほどお荷物を貼ってたので、はい、ただちょっとに違うのが、はい、この後ろのカバーが J と違うんですよ。 J、はい、は布、はい、うーん、あ、そうなんですね、うん、撥水加工されてるの。汚れてても大丈夫な感じだ。そうなんですよ。 PVC 的な感じなんですかね、この内装のここの作りはちょっと違ってきますね、はい、でもちろん給油口はワンタッチじゃないタイプですね、はい、これはもう散々見ましたね、うん、もちろん助手席側も後ろもスライドがついてる。助手席すらもこれいけるか。いや、いけると思いますよ。やってみましょう、はい。よかったですね、矢野ちゃん。もう一発で成功するようになったので、はい、はい、すごくないですか。いや、何がすごいかちょっと分かんないですけれども、一度で開くこの機能性、うん、私はデリカと相性がいいんでしょうね。そうですね、はい、そして他にいただいたのが何でしょうか、矢野ちゃん。開けてみましょう、はい、早速。もうこの形分かると思いますけれども、3800円でございます。マットカード、ブッブー、マットフラップレッドでございました。先ほどブラック開けましたので、今回はデリカっぽさを出して、さらにデリカといったらこれじゃないですか、皆さん。もうおなじみのって、赤なんじゃないですか、レッドじゃないんですか、やっぱり。はい、はい、来ました、デリカミニ。やっぱ王道のデリカのあれですね。はい、そうなんですよ。いいかも。いいですね。こちらも5万円特典でプレゼントをいただきました。ありがとうございます、はい、スリーさん。
38,000円とフロントグリルガーニッシュシルバーが16,500円、ちょっと余っちゃったのでこちらの、はい、三角停止板セットでおまけでいただきちゃいました。必須ですね、三角停止表示板、はい、こちらやっぱりあの高速道路とかで結構あの知らない方多いですよね、はい、この三角停止表示板って。ああ、こんな形で、はい、スタンドタイプでコンパクトな作り、事故とかあった時に緊急時に使えますよと、うん、こちらもなんと無料でございます。おお、非常にありがたいです。そしてデリカミニ G の時にもご案内できなかったんですけれども、はい、今回 T プレミアムでもご案内できないんですけれども、なんとコールマンのランタンが2つついてきますので、おそらくこの後届くと思いますので、またそれは紹介したいですね、はい、コールマンのランタンだけで多分38分の動画作れるんじゃないかなと。わー、あ、それは至れり尽くせりの障害になりそうですね、はい、今回ありがたいですね。こういうふうな形で5万円でいろんなオプションが選べれるので、選ぶ楽しさもありますし、本当はもうここ もうがっつりいろいろ変えたかったんですよ。シルバーにしたり、ここブラックにしたり、ここもブラックにしたりとかいろいろあったんですけれども、やっぱ5万円っていう中で限りのある中で、できうる限り1円でも出さずにもらいたい。マジカードの工賃だけでも、はい、2,000〜3,000円多分、はい、しますね、なっちゃうけれども、そこは自分たちでしますのでくださいと今回いただきました。つける動画も撮っていくってことですよね、はい、出しません。じゃあもうビフォーアフターついちゃったよみたいな感じ。やっぱり出します、はい、矢野ちゃんが頑張っている姿を一生懸命撮りたいと思います。よろしくお願いします。はい、ありがとうございます。じゃあ今回ですね、 T プレミアムデリカミニのご紹介させていただきました、はい、アッシュグリーンメタリックですね、肉、はい、のご紹介となります。今回この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録と高評価とグッドボタン、コメントよろしくお願いします。お願いします。それではまた次は内装編でお会いしましょう。バイバーイ